こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。今日はアマゾン輸出の魅力、それと実績、これについてお話します。日本人なら稼ぐ力を身につける必要がある。稼ぐ力を身につけないと大変なロゴは待っている。年金はもらえない。預金はインフレで役に立たない。会社にはリストラ,リストラされるかもしれない。 インフレというかね。まあ、今の物価の凄さ。まあ、これ、高卒初任給の、ええー、推移なんですけど、国家公務員高卒初任給。まあ、昭和30年には、まあ、5900円だった初任給。30年後の昭和60年には、95500円。30年間で16倍になりました。ところが、その30年後の平成27年には、14万4600円と。まあ、30年でわずか1.5倍にしか、 所得が増えてない。もうこれは凄まじい成長の鈍化ですね。まあ日本が貧しい国に転落したのも頷けます。そして、主な国の最低賃金ですけど、まあ今回、ね、今私がお勧めしているオーストラリアでアマゾン。そのオーストラリアは非常に最低賃金の高い国です。最低賃金千1517円。 最低こっから始まるわけですからね。まあ、日本と比べたら、は、ま、っ、あ、きり言って倍以上。ね、あの、これ、数字上は倍に見えますけど、まあ、サービス残業とかね、えー、仕事の前の準備とか、無給で働く時間が日本はやたら多いんですけど、オーストラリアはそういうの一切ないんでね。まあ、そう考えると、まあ、実質的な賃金ってのは3倍以上の開きがあるというふうに言えます。 この表を見るとね、えー、韓国が、まあ、日本より下にいるんですけど、まあ、この記事を動画にしたのを見た方からね、まあ、ずいぶん古い資料使ってますねとね、えー。今年はもう、えー、韓国の最低賃金は全国率は一律830円ですと。もう抜かれてます。日本はもう平成30年、ね、最低賃金。それでも東京は高い。まあ、ただ、安い地域だと700円。 いいくらとううような地域もありますさらに、最低賃金、ね、アルバイトの時給的なものではなくて、まあ、給料、ねえー、賃金水準は、2016年の賃金水準、これをね、16年前の、えー、2000年を100とした時の数字で見ると、なんと先進国中唯一下がっていると、ね。世界で日本だけ賃下げしてます。まあ、そんな形なんでね、まあ、日本が大変なことになるのは、 まあかなり残念ながらね、確実の高いシナリオなんで、まあ、日本が大変なことになるなら、海外で商売をするのが解決策です。まあ、輸出ビジネスを始めましょう。海外には景気の良い国がいくつもあります。まあ、しかし、海外にね、店舗を持つとなると、数千前から億を超えるお金が必要です。そんなところに、えー、Amazon。 アマゾンを使えば、え、輸出ビジネスは簡単で資金いらずで取り組めます。しかも利益が出しやすいという仕組みになっています。まあ、なぜ利益が出しやすいかを説明すると、例えばこのベイブレード。仕入れは1328円です。まあ、これが3倍の、えー、45.69ドルで売れます。差額は2448円。ただ、 eBay なんかでね、まあ、輸出というと今まで eBay なんですけど、eBay なんかで売ると、まあ、この差額がね、えー、送料で消えちゃいます。500g の送料で2000円。アマゾンの販売手数料と出品量、アマゾンが来て eBay の、えー、販売手数料と出品料を引くと、足すと2500円と。差額の2448円をオーバーしても赤字確定と。で一方、アマゾンが発送してくれる FBA というサービスを利用した場合、 3 5キロの送料6600円で、まあ、30個送れますので、1個あたりの送料が2200円に、220円に下がります。そこから販売手数いると出品料の700円を引いて、足して920円。差額が2 4 2 8円で920円の経費なんで、1520円の利益が出ます。eBay を使うと、コンポート発送は自分でやる必要がある。しかし、儲からない。eBay では大変なのに儲かりません。 Amazon を使うと梱包や発送は Amazon がやってくれる。Amazon は儲けやすい。まあ、楽して儲けることができるわけです。ebay だと大変なのに赤字。Amazon だと楽なのに利益が出るというような構図になっています。まあ、そんな、ねね、強いアマゾン、もう世界最強のネットショップになっています。本拠地アメリカにおける Amazon の存在感の大きさはもう圧倒的と。消費者の49%が オンラインで商品を買うときに、最初に Amazon 内で検索すると。どういうことかというと、もう初めから Amazon で買う気で、商品を探すわけですね。で、Amazon じゃなくて、Google でどこか売ってないかなというふうに探す人は36%。しかし、Google 検索結果1ページ目に Amazon サイトが出てくるんで、まあ、ネットショッピングのうち、かなり、ね、過半数は確実なんですけど、かなりの部分が、 まあ、アマゾンで、えー、買われてると。アマゾンはアメリカの書籍販売の45%、アメリカの電子書籍販売の83%、オーディオブックの売上げの99%を支配しているという。もう本当圧倒的な存在です。そんなアマゾンを使った輸出はアマゾン輸出でやること。まあこれ、大変なことはアマゾンがやってくれます。自分ネットショップを作る場合は、アマゾンを利用するのと比べて、 比較にならないぐらい大変なハードルをクリアする必要があります。まず Amazon を使えばネットショップ作りは不要です。ネットショップを作る必要はありません。Amazon を使えます。これ自分でネットショップを作る場合は50万円前後の費用がかかります。もっと安く作る方法もありますが50万円くらいかけてきちんとした見た目のショップを作らないと売れません。しかも自分でネットショップを作る場合は 一つのショップを作って、売れない場合は作り直し、あるいは大幅に修正する必要があります。毎回50万前後の費用がかかります。例えば売れるまでに20種類のショップを作れば、それだけで1000万円かかります。1000万円の投資というのは、副業で取り組むには現実的な投資金額ではありません。無料で何商品でも販売できる Amazon を使うからこそ、 初心者でも副業でも簡単に始めることができるわけです。次に、集客。集客も不要です。集客する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。自分のネットショップに集客する場合は、1アクセス30円から1000円前後の広告費用がかかります。毎月1万アクセス集めるとすると、毎月30万円から1000万円かかります。 無料で集客する方法もありますが、広告を使うと時間と手間がかかります。広告を使うより時間と手間がかかります。そして、無料で集客する方法には正解がないので、現実的ではありません。これね、Google 様に非常に左右されると。すんごい手間をかけて取り組んだのに、全く集客できないということもね、ざらにあります。 そんな毎月30万円から1000万円の投資というのは副業で取り組むには現実的な投資金額ではありません。無料で何百万人もの見込み客にアクセスできる Amazon を使うからこそ初心者でも副業でも気軽に始めることができるわけです。売り込み不要。売り込みする必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。自分のデッドショップに集まった見込み客が ショップを訪問した初回で購入する可能性は低いです。メールアドレスを登録してもらって購入するまで適切なタイミングで売り込みをかける必要があります。副業で取り組む初心者が適切なタイミングで適切な売り込みをかけるスキルを身につけるのは大変です。本音を言うとせっかくお金をかけてサイトを作って広告をして見込み客を集めてもここができなくて 売れないという可能性が高いです。Amazon が無料で適切なタイミングで売り込みをかけるからこそ初心者でも副業でも売れるわけです。入金確認不要。入金確認する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。毎月何百人もの入金を確認するのは大変な作業です。購入した名前と別名で入金してくる人もいます。 また、クレジット決済の契約を結んで、毎月のクレジット付き会費を支払う必要もあります。毎月何百人もの入金を確認するというのは、副業で取り組んでいる初心者には大変すぎる作業です。Amazon を使えば、面倒でミスをすればトラブルに直結する入金確認をする必要もありません。梱包不要。梱包する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。 毎月何百個もの商品を梱包するのは大変な作業です。体調が悪い時も、忙しい時も梱包する必要があります。毎月何百個もの商品を梱包するというのは、副業で取り組んでいる初心者には大変すぎる作業です。Amazon を使えば面倒な梱包をする必要もありません。この梱包と配送についてはね、えー、また別なというか、 えー、もっと重大な、めんどくさいという以上に、えー、大変な問題もあります。これは副業には、eBay より Amazon 質が過げてるわけなんですけど、日本の話、宅配配達員が勝手にサインして、不在時玄関前に荷物を置いてった。結局不明になっちゃったというね、日本が、あの、日本の事件はこれ、ニュースで出てましたけど、まあ、海外ではね、えー、これ、普通、普通の配達方法って言っちゃなんですけど、よくあることです。 で海外では二つ事故が多いです。またね、配達員が、まあ、海外から送ってきたもので中身がわかりますからね、まあ、中身だけ抜いちゃうってこともあります。あるいは、税関の職員がそれをやることもある。あるいは、配達後置かれてるものを見て、その荷物を持ってっちゃうとか、中の高価なものだけ取ってっちゃうというようなこともね、ざらにあります。 自分で梱包発送が必要な ebay では、高価な品を売らないと稼げない。そして、二つ責には売りにしが被ります。一方、安価な商品を大量に売る FBA を使った Amazon 質は、二つダメージがほとんどないと。何しろね、高額品じゃないんでね、取られる心配が少ないということがあって、まあ、やっぱ Amazon の方が、えー、リスクなく稼ぎやすい。リスクなくストレスなく稼ぎやすいです。この配達不要というのは非常に大きい。 ま、毎月何百個もの商品を発送するのは大変な作業です。雨の日も風の日も体調が悪い時も忙しい時も発送する必要があります。毎月何百個もの商品を発送するというのは副業で取り組んでいる初心者には大変すぎる作業です。アマゾンを使えば面倒で大変な発送をする必要もありません。発送する必要がなければ先ほどのように2つ問題というのもほぼ起こりません。クレーム処理不要。 クレーム処理する必要はありません。全部アマゾンがやってくれます。毎月何百個もの商品を販売していればクレームもあります。クレーム処理は大変で機能重い作業です。順調に売れていてもクレームを受け,受けて嫌になって物販をやめる人もいます。クレーム対応は待ったなし。体調が悪い時も忙しい時も対応する必要があります。副業で取り組んでいる初心者には大変すぎる作業です。 アマゾンを使えば大変で面倒なクレーム処理をする必要もありません。返品対応も不要です。返品受付をする必要はありません。全部アマゾンがやってくれます。毎月何百個もの商品を販売していれば返品もあります。せっかく販売した商品の返品処理は機能重い作業です。アマゾンを使えば機能重い返品処理をする必要もありません。あなたがやることは 買い物した商品を Amazon に送るだけ。そして1日10分メールをチェックするだけです。そんな Amazon 室でいくら稼げるのか。テンバーアカデミーでサポートを受けると Amazon 室でいくら稼げるのか。初心者が物販をするならオーストラリア Amazon 室が一押しなわけ。あぶくニーを持ったオーストラリア人に安く買った商品を高く売れば儲かる。シンプルで結果が出るのが早いのが Amazon 室の特徴です。 これは今や厳しい市場になってしまったアメリカアマゾンですけど、まあ、すでに市場が成熟してるんでね、そこに早い時期から参入した、えー、私とサポートを受けてる会員さんがどれぐらい、まあ、去年の年、ね、末売上げを上げてるかという数字です。30日間で34,454ドル。年賞4,600万円。約3割が利益なんで、えー、利益額は、まあ、1,200万。 もっとか。3412、サブク一8 1380万ぐらい。これを、人を使うこともなく、まあ自分のマイペースで、収入何時間か、毎日のセラーアカウントのチェック、収入何回かの仕入れの調査、それから買い出しと、アマゾンへの納品と、まあこれだけの作業で稼いでいます。あるいは、22157ドル、年商2950万円。 一万四千百六十七ドル年賞千八百九十万円。一万五百三十九ドル年賞千四百万円。六千八百二十八ドル年賞九百万円という数字を Amazon を使って一人で取り組んで、マイペースで上げていただいています。初心者でも稼げる副業 Amazon わずか数十万円の投資と実績で、実践で ここまで育つビジネスは他にありません。アマゾン室は始めた、早く始めた方が楽に稼げる仕組みです。稼ぎやすい時期に始めて、一度商品探しのコツを覚えて販売実績を積む。こうすると、後から参入した出品者よりも、高く販売しても売れるアカウントになります。オーストラリアも、いよいよね、えー、売れやすくなってきてます。これ、会員さんから、 つい最近いただいた6月の5日と6月の10日にいただいた質問というか報告というかなんですけど、最近アマゾンに何か変化ありましたかと。この1ヶ月ぐらいずっと塩漬けになってた商品が立て続けに売れています。過去3ヶ月とか4ヶ月とか売れなかった商品が直近の1ヶ月間で立て続けに売り出していると。利用者が増えてるんですね。あるいはシステムが良くなったか。そして、 いつの間にか FB が消えました。これライバルが消えたということですね。まあ多分1個しか納品してなくて在庫源になったと。まあそこで、え最安値から値上げして出した。それでも、最初はね、え安く出しても、カート取れてなかったんだけど、1個売れて、あるいは他の商品も売れたんでね、そこにカートに表示されるようになってきたと。実績を積むとそういう優遇が出てくるのですね、と。 まあそれが Amazon の仕組みなんで、早く参入して商品をどんどん売っていった人の方が有利です。そして会員さんの売上報告だけでなく、Amazon そのものの売り上げも大きいです。Amazon を使って商品を販売している10万人以上が年間1200万円。月間100万以上売り上げていると。これはもうすごい数字ですね。世界一金持ちが多い国。これはオーストラリアです。 オーストラリア人がスイスを抜いて世界一豊かな国になりました。オーストラリアは日本とは正反対の成長国です。先進国の中で一番人口が増えています。過去27年間不景気知らずです。オーストラリア市場にはライバルがいない。弱い相手しかいない場所で戦うのが戦いに勝つ最も有効な方法です。そんなオーストラリアでのオーストラリアの市場規模。 ボクシングデーの売り上げだか。1日で25億ドルと。これボクシングデーというオーストラリアの日場の祭日。12月25日の翌日、12月26日ですね。この日1日で売り上げ2000億円。そしてホリデーシーズン中の売り上げは1兆5000億円。これは日本で一番大きなデパート、三越と伊勢丹が合併した三越、伊勢丹ホールディングス。これの年間売上が1兆2000億円ですから、 えー、月に1000億円。1日で、えー、なんと、三越さん2ヶ月分の売り上げ。これでシーズン中の売り上げだけで、三越さんの年間売り上げ以上に売れてるとで。そんなオーストラリア。アマゾンは始まったばかりで、まだまだ、えー、利用者も少なくシステムも不十,不十分ですけど、まあ、今後3年間で、オーストラリアアマゾンの売り上げ予測は7兆8000億円になるであろうと。 オーストラリアの小売業者第6位の規模になり、7兆8000億円の売り上げ規模になるであろうという予測をオーストラリアの経済研究所が発表しています。まあそうなると、日本アマゾンの7倍の規模です。アメリカアマゾンの先ほどの数字よりね、ライバルも少ないですし、もっと稼げる可能性が高いということになります。浪費家がたくさんいるオーストラリアアマゾンは稼げます。しかも、マイペースで一人で稼げます。 日本に住んでいるならアマゾン室で稼がないともったいないです。財布の紐がガチガチに硬い日本は販売場所としては最悪です。しかし、仕入れ場所としては最高の場所です。アマゾンがオーストラリアに上陸しました。日本に住んでいるあなたはオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができます。ここをクリックしてオーストラリアアマゾン室サポート申し込みページを見てください。 今、動画で見ててクリックできないじゃんという方はね、動画の説明欄に URL がありますので、そちらをクリックして、オーストラリアアマゾン室サポート申し込みページを見てください。日本に住んでいるあなたは、オーストラリアアマゾン副業で、今の本業より稼ぐことができます。アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。